はい、こんにちは。インフラエンジニアのゆうたです。今日はですね、今日も年末企画なんですけど、年が明けてるかもしれません。はい、というところで、インフラエンジニアチャンネルの2019年度の人気動画ベスト5っていうのをね、やっていきたいと思います。はい。まあ、今この動画が、まあ、大体連続アップ250日目ぐらいなんですね。で、なのでまあ1年で250本以上は出しているわけなんですね。で、まあ、その中でも人気があった動画を紹介しつつ、ちょっとその中からまあ自分なりのその分析というかですね、まあそれをちょっとしてみたいなと思います。はい。まず第5位からですね。はい。第5位は、インフラエンジニアの仕事はきついっていう動画ですね。これは2051再生の高評価26。はい。はい。で、第4位は、未経験からのインフラエンジニア。これ2105再生の、高評価50。結構高いですね。はい。第3位。これは、Windows であれば有料。ウイルス対策ソフトはいらない。2927再生の高評価36と。第2位が、Windows 7のサポート期限が延長されますっていうとか。これ4460再生の高評価が33。はい、で、1位が、Windows 10パスワードを忘れた時の抽出方法っていうのが9347再生で高評価55ついているという動画になります。はい。なので、そうなんですね。これを、そう、これがね、あれですね、ここからね、ちょっと見えることをちょっと自分なりに考えてみました。はい。で、やっぱね、これ1も2も3も、要は、例えば、Windows 10パスワード忘れた時とか、サポート期限が消えるとか、ウイルス対策ソフトってどうなのっていうところ。これって、まあ、世の中の、要は、一般の人も、まあ、Windows とか、まあ、パソコンを使いますよね、今の時代。だけども、その人たちが曖昧になっているところっていうところを、この、まあ、エンジニア、専門の人が、それを翻訳して、伝えているような動画になっているわけなんですね。で、まあそういうのがなんか評価されやすいのかなっていうのは、なんかこのランキングというかデータを見て、ちょっと思ったことです。うん、やっぱりその、例えばその Windows 7のサポート期限が切れると、言われても、その普段パソコンを使う仕事をしていない人というか、まあ、なんだろうな、そういうところに明るくない人からすると、サポート期限切れってなんだよってなりますね。意味わからないですよね、そういうこと言われても。どういうことってなりますよね。だからそれに対して、その、なんだろうな、その更新プログラムが、発行されなくなって、まあ、今後、その、なんだ、セキュリティ的な脅威にさらされやすくなるけれど、一応使えることには使えますよっていう、まあそういう、その、翻訳をしてあげるっていうところですね。うん。なので、その、多分この、どのジャンルにも言えることだと思うんですけど、そのプロがですね、その一般の人に分かりやすく伝えるっていうのは、まあとてもニーズがあるというか、それこそがなんか、なんだろうな、この、心理なのかなとか思いますよね。はい。っていうところですね。はい。はい。で、あとね、エンジニアに興味があるという人たちはいっぱいいるというところなんですけど、今回の4位と5位のやつは、その未経験からのインフラエンジニアっていうのと、インフラエンジニアの仕事はきついっていうやつなんですけど、これってやっぱりその、エンジニア
インフラエンジニアというか、まあ、エンジニアになりたい人がこの職業どういうふうに、なってるのっていう、そのそういうのを気にされて見ていただいてるわけですね。なのでそのエンジニアを目指してる人っていうのはまあ一定数いて、まあ、その人たちからするとこうやって現役で働いてる人のそのリアルな現状っていうのはまあ気になるし、結構それだけで価値があったりするわけですよ。多分してるからこうやってなんかその上位にいると思うんですね、うん、だからこれも多分別にそのエンジニアの仕事だけに言えることでもないんですけど、その分かりやすくその実情を伝える系の動画っていうのは再生されやすかったりするのかなっていうふうに思いました。なので、まあ、エンジニアじゃなくてもなんだろうな、例えばもう警備員さんとか Mac とかなんだろうな、電気屋とか、まあ何でもいいですけれども、そこら辺の細かい仕事内容とかってやっぱ結構部外者の人からすると興味あったりするんですよね。だし、むしろさらにそういうのを目指してるって人からすると、そのやっぱ現役というかリアルに働いてる人の、その感じてることだったり考えてることっていうのは、まあ、かなりのヒントというかめっちゃ参考になってる情報だと思うんですね、うん、だからそういうのがやっぱなんか伸びやすかったりするのかなっていうのはなんか思いました。はい、はい、あとね、もう一つなんですけど、やっぱ人気なのはね、まあ、ちょっとこれここには登場してないんですけど、やっぱその金とか大変さだったり、あとまあキャリア的なものっていうのがやっぱりなんか伸びる傾向があるみたいですね、うん、逆にその技術的な細かい内容っていうのはあんまり伸びなかったりすると思います。なのでマニア的な内容、技術を深掘りする内容っていうのは、まあなんだろう、そういうような動画はもうそのなんですか、その再生数を稼ぐっていうところ、そういう観点だとあんまり、マッチしなかったりするのかなっていうふうに思います、まあ、それはそれでとても重要というか、それを望んでいる人もいるからする、望んでる人もいるんだけど刺さる層が少ないって感じですよね、うん、っていうのが、まあ、YouTube を見てる人からするとやっぱなんかある程度その抽象的にするというか、うん、そういう動画の方がなんか伸びやすいんだなっていうのをちょっと思いました。はい、まあ、なのでね、まあ、なんかこういうふうに、なんだろうな、これも、僕もこう、これを、このランクをね、ベスト5を作るまで、なんだろうな、なんとなくこういうのが伸びてるなっていうのが分かったんですけど、こうやって改めて数字にしてみると、数字にしてみて、こうやって改めてこうやって話しながら分析したことを伝えてみると、うん、なんだろうな、その振り返りというか今後に生かすことが、できた、これはとても有意義な、動画になったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、はい、というところで、まあこういうところもちょっと今後はね気をつけていきながら、動画を作っていきたいなと思います。はい、はい、という感じですね。ということで、ご視聴ありがとうございます。はい、ということで、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もお願いしますということで、また見てください。ありがとうございました。